クレーグ・アラン・ビジオは、アメリカ合衆国ニューヨーク州サフォーク軍、スミスタウン出身の元プロ野球選手、右藤右打ち、現役時代のすべてを、ヒューストン・アストロズで過ごした、フランチャイズプレイヤー。通算試合、通算安打、通算二塁打、通算得点などで、アストロズの球団記録を保持する、球団史を代表する選手の一人である。息子のキャバン・ビジオも二塁手で、 2019年に MLB 初出場を果たした。日本語メディアではビッチオと表記されることもある。サーマン・マンソンに憧れ、高校時代のポジションは、保守という劇種。アメリカンフットボールのランニングバックとしても活躍した。シートンホール大学に進学してからは、野球一筋になり、アメフトで培ったスピードと、ガッツでチームを引っ張った。保守1987年6月に、 MLB ドラフト一巡目でヒューストンアストロズから指名されプロ入り。1988年6月26日にメジャーデビューした。1989年には134試合で打率257ながら13本類打、60打点。加えて保守としてはナショナルリーグ1位の21盗塁を記録しシルバースラッガー賞を受賞した。守備では 完全二時期焦燥で39回連続で投塁阻止を失敗した。1991年は4月から6月にかけて3、ヶ月連続で月間打率が3割を上回り、星としては球団史上初めてオールスターに出場した。シーズントータルで打率295を記録した。二類手球団からは打撃を活かした方がいいのではないかと打診され、ビジュは、 受け入れるも失敗した時の怖さを考えていたという、コーチであるマットがランティーの指導で自信を持って守れるようになった。二類種として迎えた1992年は全試合に出場し、打率277.38盗塁を記録した。二度目のオールスター選出も果たし、保守と二類種の二つのポジションでオールスターに出た史上初の選手となった。 1994年は、1994年から1995年の MLB ストライキによる短縮シーズンだったが39盗塁で盗塁王を獲得し、初めてのゴールドグラブ賞も受賞し、以降4年連続受賞した。以降自体ともに認めるメジャートップクラスの二類種となった。1995年は、全試合に出場し、本塁だと盗塁による、 20から20を達成。リーグ最多の123得点を記録し、ジミー・ウィンの球団記録117得点を23年ぶりに更新した。シーズン終了後に FA となり、1年平均で600万ドル近い額が予想され、再契約は難航した。チームメイトのジェフ・バグウェルは自ら減放を要請し、前年より200万ドル減の488万ドル契約に、 変更し、これに応え、ビジオは、市場価値より、はるかに安い4年総額2200万ドルで、残留した。1997年は、チャッククラインが1932年に152得点を記録して、以降で、リーグ最高となる146得点を記録した。1998年には51二イ打に加え、50投類を記録し、1912年の、 トリススピーカー以来史上二人目の二塁打と、投塁による50から50を達成した。また、球団記録となる210安打を放ち、8月5日に欠場するまでに、球団記録となる494試合連続出場した。1999年は、リーグ歴代6位となる56本の二塁打を放ち、2年連続52塁打を記録した。2000年5月4日に、 球団史上初となる通算二千本安打を達成したが、8月1日に左膝の人体故障によりシーズンを得た。この年、打率268、12盗塁などにいる一種、天候後最低の成績となった。2002年4月8日にサイクル安打を達成する。後年、息子のキャバンビジオもサイクル安打を達成し、メジャー二組目の親子での達成となる。 中堅守、二類守、復帰2003年に、ジェフ・ケント二類守が加入したため球団から、外野の中堅に回ってもらえないかと打診され、ビジオは同意し中堅守へ転校。同年8月10日に、通算31本目の先頭打者本塁打を放ち、リーグ新記録となった。2005年に、ケントの FA 遺跡やウィリー・タベラスの成長に伴い、二類守に、復帰。 自己最多の26本塁打をマーク。そして、6月29日に、ドンベーラーが保持していた1900年以降の通算支給記録を更新。また、主砲ジェフ・バグウェルとランス・ワークマンが故障で、戦線離脱中は約3年ぶりとなる3番を務めた。チームはこの年初めて、ワールドシリーズへ進出。ビジオの ワールドシリーズ出場までに用した試合数は2564試合で史上最多となった。同年オフに1年400万ドルで契約延長。2006年も21本塁打を記録したものの打率246はデビュー年以来の低水準となった。3000本アンダイン引退アストロズの本拠地ミニッツメイドパークでは ビジオのアンダ数のカウンターが設置された2007年は3000本、アンダーまであと70本で迎え、6月28日のコロラドロッキーズ戦でメジャーリーグ史上27人目の通算3000本アンダを達成した。7月24日の試合前に同シーズン限りでの現役引退を表明し、その試合で決勝満塁本塁打を放った。 それから約2ヶ月後の9月30日の試合が最後の出場となった。2008年5月23日、同年8月17日に背番号7が永久欠番になることが発表された。電動入り特票ビジオは2013年にアメリカ野球電動入りの非投票資格を得た。3000アンダを達成しているということで電動入りは確実と見られていたが、 得票率は68.2%で落選となった。これに関しては、バリー・ボンズや、ロジャー・クレメンスといった、薬物疑惑があるが、圧倒的な成績を残した両選手の割を食ったと、され、ビジオは得票結果を、公正ではないとした上で、確かに有罪と言える選手はいたが、他は違う。一緒にされるのは苦痛だとして、薬物使用者の影響を受けている。 電動得票に強い不快感を表明した。2014年も74.8%とわずかに電動入りを逃した。2015年に82.7%の得票率でランディ・ジョンソン、ペドロ・マルティネス、ジョン・スモルツと共に電動入りを果たした。三振の少ないしぶとい打撃が持ち味で、子球での失塁も得意としていた。 2000年に左膝を手術するまでは12年連続2桁、盗塁を記録するなど瞬足ぶりを見せていた。ジェフ・バグウェルとは1992年から2002年まで、一二類間でコンビを組み、打撃でもキラービーズの中心として、チームを牽引してきた。現役引退した2007年には、ガンと戦う、子供たちを支援する基金のために、資金調達を行うなど、 事前活動が評価され、MLB 機構からロベルト・クレメンテ賞を贈られた。際に、ビジオ本人は、クレメンテは野球界の真の伝説。彼の名を冠した、この賞はメジャーリーガーにとって最大級に名誉なことと喜びを表したと、当時時事通信が伝えた。ありがとうございます。